はい、どうも皆さんこんにちは、僕です。ということで、今回はゴーストフェイス使って遊んでいきたいと思います。いやー、フラクチャー来てくれて嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。というのもですね、ちょっとね、まあ、めちゃくちゃサバイバーとかが見づらい、で、有名なフラクチャー様で、隠密系、付け込み業師ストーカーゴスペを使ったらどうなるのかをね、ちょっと試してみたかったんですよね。めちゃくちゃ見づらいですからね。猫でもついてんのか？んなわかるわけないでしょう。反対側向いとこ。オッケー。まあ、できれば、もうちょっとね、寸止めで、やりたいんだけど、ちょっと騙されたか。まあ、板吐いてもらって、オッケー。歩容溶かされちゃったけど、まあまあまあ、オッケー。どっちから来るか分かんなかったな、絶対。とりあえずイラプとエビゴを入れておこうか。OK 。で、パーク説明なんですけども、まず追跡者でしっかり見て、で、イラプ予備語でチェーン入れて、不協和音。で、二回しのところ、凝視しに行く感じかな。OK ですよ、と。まあ、ここの、京板は、とりあえず早めに入ってくれたんで、ありがたい。で、近くに隠密してると思うんだよなぁ。困らせた人。いや、できれば、いい感じに固めたいんだけど、いるね。しっかり見ていこう。OK? で、右側ぐらいから出ようか。どうしようか。板いる？板いる。オッケー。救助する。まぁ、ちょっと固有側で固めたいんだけど、どうだろう。まぁ、微妙に遠いな。お、ありがたい。下くれか。これ一発殴れるのありがたいな、ただで。できれば、イラプあたりを勝ち込んでおきたい。イラプ予備声を勝ち込んでおいて、お、救助来る。ありがたいぞ、この一発は。しかも、釣り交換も来ない。ありがたい。で、これ全員負傷なんで、探知負荷のまま、奇襲できそうだね。いるね。これちょっとキャンプして、来てるかな？どうだろう？これしっかり待ち伏せしようか。絶対来てるはずなんで、回復入れてきたね。OK?OK。できれば畑あたりで凝視したいね。まあ、このフラクチャーなら、評判が見えづらすぎて評判が悪くても、ゴスペだったら輝くんじゃないかな。こっち側にイラプ予備語入れておきたいね。来てたっぽいね、一人。オッケー。お、いいね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 。ここにであんのか。やばい、後ろいる。あー、見てたか。ま、この子追いかけようかな。あ、衰弱なってるな。解放か。倒す。倒さない。うん、うまい。離れ際が今、うまいね、今のは。チェイスするね。これちょっと、時間差空けようか。OK。よし。どこはついたんかな。まあ、でも固有側が全然ついてないから、全然 OK だと思います。できるだけ、固有側の方に持っていきましょう。まあ、やっぱいくらね、フラクチャーで見づらくてゴスペといえど、やっぱりこのマップはしんどいんだね。もう2台だからね。でもこういう回ってない、いるね。OK? 見ていこう。バレてない、バレてない、バレてない。後ろから見られてるけど。やばい、歩容解かれる。まあまあまあ仕方ない。救助する。OK? 黒ちゃんか。OK, OK, OK。よし！
これ届くのはデカすぎ。さすがにいたしたん来れないでしょ。マジ。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。これいたしたん来るのレベル高いな。さあさあ、まあでもこの間発電機回ってないってことだから、僕的にはありがたい。まあ畑の中で包容を使って、適当に凝視して、溜まっていくか。で、こういう中回してるかちょっとチェックしに行こう。回してる。いるね、回してるし、ここにもいるね。いやー、マジか。まあ、とりあえず板履かしておきましょう。よし。そして、ここに、固有側に予備ゴイラップを入れておきます。で、まあ、アダムが多分救助行くでしょう、この間。これ救助通したら偉い。偉いね。めちゃめちゃ偉い。これ救助通されるの僕的にはかなりしんどくなってくる。まあ、けど、ちょっとクロちゃんを飛ばしに行きますか。まあ、予備ゴイラップの通知は行ってるんだけど、これしっかり包容使って行きましょう。コエルかな？気づいてないね、この子。よし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 。端っこ行くってことは、ストライクあんのかな？どうだろう？ストライクありそうな気するな。まあ、ここに隠れてるな、知ってるから、一発、殴って、この固有に、イラップ予備号を入れたいね。オッケー。あ、でも回してないじゃん。一発入れれないかな。ここの板使ってもらってるから、一発入れよう。よし。いいね。で、まあ、即起こしはさすがに負傷のままはできないでしょう。不滅。オッケー。不滅ストライクかな？どうだろう。あ、でも、お伏せいないじゃん。じゃ、ストライクないじゃん。何をストライク怖がってたんだろう。オッケー。で、ここで予備声交代するから、ここ、この固有交代するのはありがたい。しかも飛び。よし。で、一目が見に行こうか。畑の方も。チェックしに行って。溜まってんね。やってるっぽいな。お、いる。まあね、これね、負傷しててもゲージ貯めるの何がいいかというと、負傷直された時ね、ワンパン即付与できるんだよね。うわ、うますぎ。いや、その出歯はうますぎるわ。それはちょっとやられたね。完璧すぎるね、今のは。オッケー。で、こういう回してると。これ、後ろつけられてたらちょっと厄介だね。エロディの予備動作も早いな。これ、ちょ、包容解かされないようにしたいけど、ここ二人いるの確定してるから。いや、うまい。ちょっと、しんどくなるぞ。後ろいるでしょう。いるね。これ、ちょ、先回りするか。まあ、角で待たれてたらしんどいけど、角で待ってるっぽいな。来ないか？来ないっぽいな。アダムが反対側回してるんだよな、これ。回さないかな。まあ、でも一回しなはずだから、そんなに、進まないと思うんだけど。あ、でも回してないわ。どっから見られてる？わかんない。そこか。ちょっとパーティーだったら厄介だね。隠密してんね。これ回してんね。どこにいるかわかんないな。でも反対側回ってないっていうのはでかい情報的には。よし。これ追いかけに行こう。ちょっと板をね、沼田落とされたらしんどい部分はあるんですけど。包容を使って。いや、きつ。これ反対側から回ろう。しっかり見てんの偉。これじゃあ、竹チェンしようか。やばい、ついちゃう。危ねえ。ありがたい。いやー、ちょっとワンパン付与したかったな。まあまあまあ仕方ない。で、アダムが端っこいるんで、
おそらく。ここがどんだけ回ってるかによるな。いやー、きついな。これ巡回できるか？これ巡回できなさそうだな。通電で巻き返すしかないな。なんか一人ワンパン入ったぞ。オッケー。意地でもつけられるかな、そこにアダム。これ板ないかんね。ワンパン持っていって、全然大丈夫。オッケー。で、イラップ。でかい、ここのイラップ。でかすぎ、でかすぎ。よし。で、もう一回勝ち込んで、呼び声イラップ。よし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 。で、向こう側見に行こう。これもう釣りペースで頑張るしかないな。回ってる。さすがに回しきれないでしょう。よし。で、まあ、ここは、どうしようか。回してんね。まあ、さすがに見られるよね。まあ、二回しでもさすがにつかないでしょう。よし。向こう側がついちゃうんだよな、これまで追いかけたら。アダムがさらに隠密してるはずだし、ちょっと嫌やね。いるね。よし、これもダウン狙おう。イラップちょっと入れたいな。イラップ入れたい。ダウンさせたい。早くダウンさせたい。よし、オッケー。でかいでかいでかい。このイラップでかい。よし。で、こっち側に釣って、一人こっち側に来させよう。もう一人がイラップ引っかかってなかったら、ついちゃいそうだけど。よし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 。で、小屋側に逃げさせないようにぐるっと回ろうか。右側から。これ、砲用使わなくていいや。救助入れる。オッケー。砲用使います。で、こい、うん、後ろいんな。どこで見てた？いや、わかんな。まあ、でも多分回してないでしょ。回してる？回してる。でかい、このワンパンは。超えれないでしょ。よし。よし、これでかい。で、イラップ入れれた。で、ここにも呼び声入れる。いいよ。いや、でも回してんな。間に合うか？一人来てるわ。ちょっとフックが遠い。いや、肉壁入り、でも1肉壁ならいけそう。あ、通電するか。まあ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 。近くにいるのは分かってるからね。負傷だし。ゲートはやれないはず。アダムどこ行った？まだあるまだある。いる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 。まだあるぞ。よし。これまだあるまだある。マジでまだある。ここの板も吐かせてるしね。よし。で、負傷では行ってないと思うから、ゲート。頼む。開けないでくれ。頼む。頼む。よし、やってない、やってない、やってない。回復入れてるわけでもないしな。で、ハッチがここにある。OK？ いるね、近く。ここもやってない。これを使おう。見られるの嫌だけど、このままゲートに逃げるかな。どうする、どうする。どうしますか。いや、多分ゲートには逃げないな。ちょっと余裕あるね。ちょっと時間余裕ある。うん、これは多分見られるのはちょっとやらかしたけど、やってるとしたらこっちのゲートのはずなんだよな。でもやってないんだよな。ってことは、うん、こっち側のゲートもやってないよね、絶対。
やってないね。オッケー。これ吊るす時間あるか。いやー吊るすのやめよう。ちょっとこれは全滅取りたい。負傷だからね。全然まだある。やってないやってないやってない。勝ちたいなー、これは。これは勝ちたい。いる。いや、見られる、これ。免許証持ってないからか。いないね。これ、釣る時間ありそうだけどな。どうだろう。ないかな。めちゃめちゃ近くにいそうだな。多分、ゲート触ってないからな。そろそろ起こしそうな気がするんだけど。オッケー、フック近いわ。これ釣るぞ。反対側見に行ってからの方が良かったかな。これ今開けられてたら相当運ない。よし。足跡あった今。足跡ある、足跡ある、足跡ある。いた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 。よし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 。これはもらったんじゃない？いるね。いるね、いるね、いるね。これはもらったでしょ。アダムに見られちゃったけど。しっかりバックステイに決めて、まあ、デッドハードでしょ。はい、オッケー。いや、危なかった。自らフラクチャー選んでおいて負けるとこだったわ。危ねえ。いや、うまかったな、このサバイバーたち。イラップがぶっ刺さったわ。よかった。激戦すぎたな。いや、うまかった。サバイバーもめちゃめちゃうまかったね。やっぱ見づらいフラクチャーといえど、ゴッセはしんどい。しんどかった、めちゃくちゃ。ということで、ゴッセが使いたいなと思った方は、高評価とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。